んにちは。レッドアッシュアニメーションディレクターの佐野です。レッドアッシュはアニメーション制作会社スタジオ4度シーとゲーム制作会社コンセプトがキャラクター原案と宝探しというファクターをベースに全く別のアニメーションとゲームを作ろうという企画です。アニメーションはスタジオ4度シーオールスタッフが送る宝探しアニメーションとして制作します。ストレッチゴール達成ごとにステージが増えていく仕組みです。まずはイニシャルゴールを達成して最初のステージの作成を目指します。それぞれステージごとの世界観設定はスタジオ4度 C と関わりのあるクリエイターやアーティストに手掛けてもらい、主人公たちはステージごとに異なる個性的な世界を旅することになります。レッドアッシュズアニメーションはキャラクターをフル 3D で制作します。 3D の立体感を生かしつつ絵としての面白さを表現するためセルシェーディングは使用せずイラスト調のモデルを開発しています。モーションについては 3D アニメーションの強みである滑らかな動きと日本のアニメの特徴であるメリハリの効いた動きの融合を目指します。また日本のアニメで多く使われているキャラクターのデフォメーションや動作の途中でバースが変化する表現など 3D が苦手としている表現にも積極的に挑戦していきます。スタジオ4の C 総力を挙げて新しいジャパニーズアニメーションを作成しますので、レッドアッシュズアニメーション、皆さんぜひ応援してください。